おはようございます。皆さん朝からありがとうございます。本当おはようございます。暑い、なんか寒いと思って暖房つけたらちょっと暑いです。なんかたまたま起きてたからありがとう皆さんきっとね、みんな優しいからわざわざ起きてくださった方もいますでしょう。ありがとうございます。朝5時なのにもう準備満…え、全然よめちゃめちゃ寝起きめっちゃ見て、このむくんだ顔を、このむくんだ顔を見てください。とってもお顔がむくんでおりますね。本当に大変です、大変です。顔がむくんで、顔がむくんで大変。ゆとさん、ハートありがとうございます。今日は行くよ、ありがとう、嬉しい。いや本当に今日はもう待ちに待った、待ちに待った引っ越せの、いや本当嬉しい。もう泣いちゃう、本当に絶対にもう念願の、長年夢見てきたことが叶うのでとっても楽しみです。てくれますか皆さん。早起き頑張った、ほんまに早起き頑張った。豆三条つきました、お、ありがとうございます。会えるの楽しみにしてます。いやー嬉しい、みんな気をつけてお越しください。気をつけてお越しくださいね。本当にちょっと新潟はやっぱり寒いみたいなので、寒いかな。昨日みなちゃんがヤヒとサラの話してた。え、何、嬉しい、なんて言ってくれてたんですか。めっちゃ嬉しいんだろう。時間からメイクしてて偉い。何でも褒めていこう。早起きも偉い、嬉しい、頑張った。てか寝た、寝た、いや、ね、いや寝てはいるけど、もうオールしようかなって思ったもん昨日。このまま寝たら絶対寝坊するって思って、ワンチャンオールを考えたけど、いや、やっぱりちゃんと寝て準備満タンにしていきたいって思って、ちょびっとだけ寝ました。まあね、今日は頑張っていこう。張り切って、おはようございます。
オールは若いわ。オールね、なんかちっちゃい頃ってさ、よくなんかベッドでさ、今日オールしようってさ、お姉ちゃんとさよく話してさ、でもできたことなかったんだよね、あのちっちゃい頃は。どうしても寝ちゃって。でも今は全然オールとかね、この年になるとオールって結構当たり前のようにすることあるから、すごいなと思います。みんな朝早くからありがとうね。こんな朝早くから見に来てくれて、アンジュさん、偉いギフトありがとうございます。初めてオールしたのは大学生になってから。遅っ、ほんまでっか。ほんまに中学生とかじゃない、普通中学生か高校かとか。みんなはよくテストでオールしてたから。まず遊びとかじゃなくって、私はテストとあと長期休み、長期休みが終わる前日、テスト勉強とあとその冬休みとか夏休みの課題を私は最後の日に全部、まあ答えを見てやるタイプだったので。はい、あのそれでいつもオールしてましたね。ウケるウケる。私はとっても悪い子だったので、まあ悪い子っていうか真面目ちゃんではなかったんで。でもまあ中学生は勉強頑張ってたけど、小学生とかはマジで答え見てたな、長期休みの宿題。めっちゃ懐かしい。普通に答え見てやって、でまあ全部全問正解だとちょっと怪しまれるから、適当になんかわからないふりしてバツバツバツみたいな。笑った笑った。そうね、ひこちゃん勉強のオールは偉い。でしょ、中学生の時はね結構頑張ってたんだよ。そう、中学生の時は結構頑張ってた勉強ね。おはようございます。懐かしいですね。学生に戻りたいな一回。答え見ただけじゃできないところはどうしてた？例えばどんな作文とか。作文とかはマジで適当に子供みたいな作文を書いて、とりあえず埋めればいいんだから。めっちゃなんかもう、まあ、簡単に言うと本当に、なんていうの、小学生みたいな文章を書いてた。だって埋めればいいんだもんって思いながら。いや、埋めればいいんでしょって思いながらやってた。おはようございます。なんかさ、小学生の時ってさ、謎にさ毎日なんかさ、わかるかな、何月何日晴れ、勉強時間何分、その日の日記みたいな書かなきゃいけないじゃないですか。
あれ超嫌だった。あれみんな絶対さやんなかったからさ、いつもだから最終日にめっちゃ適当に感想を作って、まあ、晴れでも雨でも何でもいいんじゃねえと思ってめっちゃ適当に雨晴れ書いてた記憶がありますね。あれ何のためにやってるの毎日ね学校のね道具を出すと思うなよって思ってました。私はなんで毎日学校について学校のことに対してをさ広げなきゃいけないんって思ってました。ほんまに何が何でもさ学校に関わるものを毎日さ触れさせようとするじゃないですか学校っての長期休みだから休みなんだから休ませてよって思ってた。何のために毎日そう思い出させるのって思い出させないでほしい。休みの日に嫌いなことをって思ってましたねえ思いませんか。そうは思いますよね。まあね、学校の話になるとね、学校嫌いすぎてさ悪口しか出てこん悪口しか出てこんのやな、ほんまに。かねちゃんさん、レインボースターありがとうございます。その通りです。ですよね。ですよね。今日はどんなかな？寒いかな？新潟。めっちゃ寒いと思いますか？ですかね。寒そう、わかる、寒そう。しかもさ、昨日普通に東京寒くなかった？ひなさ、ライブ終わりさ、外出た瞬間、え、寒っ！って思ったんだけど。え、4月やんなって。え、4月やんなってなりました。普通に寒かった、昨日のライブ終わり。私だけ？すごい寒かったんだけど、昨日普通に雨も降ってたしね、寒かったよね。寒いよ。いや寒いか。暖かくしていこう。みんなも暖かくしてきてください。ここまで暖かくしてきてくださいね。約束は、ね、昨日新潟あられ降ってみたいだもんね。聞いた。それは寒いわって思って、それは寒いわ。それは寒い。あ、毎日配信経過しました。みんな今日も朝からありがとう。もう毎日準備配信しちゃう。もう毎日メイクしながら配信しちゃってるけど、なんか本当にいつもありがとうございます。配信見に来てくださって、今日もこんな朝早くからなのにこんなにたくさんの人が見に来てくれて、コメントもたくさんありがとうございます。雪も降ったの？嘘でしょ、やばい。それはやばい。そう、4月に雪大変やな。さすが雪国。
はい、皆さんね、桜どうなったのね。ちょっと結構落ちてる予想です。私はちょっとでもあったらいいな。今から彦村向かう、ありがとう、気をつけてお越しください。ではランキング見たいと思います。13位てってれーさん、ありがとうございます。12位まなさん、ありがとうございます。11位ひーさん、ありがとうございます。10位ラムネ一度さん、ありがとうございます。9位ジョビさん、ありがとうございます。8位かねちゃんさん、ありがとうございます。7位ましおさん、ありがとうございます。6位アンドゥさん、ありがとうございます。5位あきらちゃんさん、ありがとうございます。4位ジンさん、ありがとうございます。4位トトちゃんさん、ありがとうございます。2位マス先生さん、ありがとうございます。第1位ゆうたさん、ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくね、みんなお願いします。楽しみ、えひこで会いましょう。えひこで会いましょう、嬉しい、エモい。みんなとやひこで会えるなんて重すぎる。頑張ります。なっかさん応援してるギフトありがとうございます。では皆さん後で会いましょう。やひこでやばーいエモすぎー、泣いちゃう。ありがとうございました。朝から、はい、本当にこんな朝早くからありがとうございました。楽しみにしてます。特典会もあるので、あと撮影 OK なので、ぜひやひこ推しカメラお願いします。やひこ推しカメラですよ、やひこ推しカメラ、イエイではありがとうございました。みんな気をつけてきてください。バイバイ。